い、皆さんお疲れ様です。あんた下手ねって言われた話を今日はします。あんた下手ねっていきなりなんだって。とあるところばっか、状況をやりながらちょっと説明しましょうね。とある倉庫です。とある倉庫とか、実際に配達行って、で今まではちょっと見えますかね、ちょっと流しますね。1234とこう番号振ってありますけど、ここにね、この車止めるとこがあって、ここ一応シャッターなんです。シャッターがあって、ここにフォークリフトでね、シャッターの中にこう荷物フォークリフト取って入れるんです。で待機してて電話で呼ばれてね、はい、じゃあ順番来ましたから中入れてくださいつって、で5番お願いしますねって言われたんですよ。で内心うっとは思ってたんですけど、いつもの通りこうやってブーっと来てね、でこう構内入ってぐーっと来て、こういう感じで、でプー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 とこういよ、あの時そっか3番か3番のところが空いてたんで、いつも通りピュッと、いつもは3番か4番だったんです。こういう感じでね、前が全然空い、前がこれ隣の倉庫で、これが通りで、ここのところ一応線引いてある、敷地の線では引いてあるだけで、別にね、あの前何にもない状態で、そういう感じでバックしても3番か、234の間、だいたい3番2番3番4番あたりでこうつけて下ろしてくださいって感じで、こうやって車止めてね下ろすんですが、その時もこうやって下ろしてね、で下ろす段取りを、カチャカチャなんてやってて、こうやってやってたら、中のホークマンから違う、5番だよ5番とか言われて、えっと思って、5番と思ったんですよ。5番ってここなんです、一番奥倉庫、今までこんなとこ使ってなかった、この日からなったらしいんですよ。でちょっと待てよと、で5番はここに、そこの2トン車がこういう感じで並べて止まって、乗用車も何台かこういう感じで止まってるんです。でここ事務所があって、こういう感じで、で参ったな5番かよと思って、でその時また、その時に限って、今ちょっとねなかったけど、ちょっと今トラックね、ちょっと今度トラック買わなきゃいけないんですが、模型のね、こういう感じでここで1台もうトラックが荷下ろししてるんです。これ鉄下ろしだったかな。で困ったなと、左バックで入っていって、この狭い中をこういう感じで入っていって、でこういう感じでつけなきゃいけなかったんですよね。こういう感じでね、ここの間に、ところがまあもうちょっとあれだったかな、もう一台いたかな、とにかくこう狭くて、やっとこさっとここうやってうーって感じで入れたら、やっぱりこっちの左が寄せになっちゃったんですよ。一発いかなかったんですよ。でまあとりあえずしょうがねえなと思って、少しだけこうやって、うわ行かねえお前いるじゃんなんて思いながら、ヒーヒーながら少しこうやって止めてあれしたら、奥からあまり言いたがないんですけど、まあ日本の方じゃないんでしょうね、まあそこじゃダメよ、もっと右よ右、もうちょっと寄せてとか言われて、と思って、で、四苦八苦してこうやって寄せるんですけど、前がないと寄らないんです、トレーラーってね。距離がないと寄らないから、四苦八苦してこうやって、ほんの少しだけ寄せたんですよ。そしたらもう一回、何やってんだあんた、もうちょっと右、右とか言って、と思って、もう何回か四苦八苦してもんで、なんとなくここの本来止める線、ちょっと左寄で止めたら、もういいわそこでとか言われて、はぁと思ったんですよ。いや、まあ、だなと思って、でウィングパチパチだけどこう煽り開けて、でまあ伝票をあお願いしますったら、全くもうなんでこれぐらい寄らないの、あんた下手ねとか言われて、うわーと思って、まあね、倉庫のまあ向こうの検品の方なんで反論するわけもなし、喧嘩するわけもいかないんで、我慢してやったんですけど、でね、あのトレーラーってある程度自分の最低でも半分ぐらいの前余裕ないと寄らないんですよ。いかないでしょ、ほらこういう感じで寄らないんですよ。相当だからほんの少しずつ何回も何回も揉んでこうやってやったんですけど、前に余裕があればいくらでも寄せることできるんですよ。例えば極端なこと言ったら、極端こうですよ、例えば3番に止め、いや4番だよって言われても、前に余裕があればこういう風に行くんですよ。いくらでもこういうことできるんです。ところが前に余裕がないとね、寄らないんです。これがね、ちょこちょこだともう寄りきんないんですよ。
だから7、8回もんだかな。で、ほんの少ししか寄らなくてね。まあ、あんた下手ねとか言われて、うわはは、ショックと思って。いや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 、寄らないんですよ、トレーラーってね。まあよく言われるのがね、まあこう、ちょっと線通りに並べるのに、前とかガチャガチャしてて、もうちょっと寄せてくれ、もうちょっと寄せてくれって言うんだけど、ある程度の条件が揃わないとトレーラーって寄らないんですね。だからそう考えるとちょっとね、参ったなと思って、一発目がこれが何にもなければまだこういう感じで入れていって、こっち寄りだったらもう一回仕切り直してこういうこともできたんですよ。ところが、まあ、ちょっとこれ本当はウィング車なんですけど、大型車が1台止まってこうやって作業してたんで、もうこれもどうにもならなかったんですよ、正直言うとね。これはもう1台ごめんなさい、もう1台多かったのかな、なんか触れなかった記憶があるから、ちょっと自分の記憶もそこまで完璧に曖昧じゃないんだけど、この一発で行くところでもう鼻から切れねえと思って、あーダメだと膨らんじゃう、戻る、なんだかんだってぐちゃぐちゃってこんな感じで、確かにこういう風にこう苦労してここまでなんとかした記憶があるんで、確か前の条件も相当悪かった。もともと止まってたんだけど余計悪かったんですけど。まあそんな感じでちょっとね、あんた下手よって言われた話になりますけど、まあそんなこと言われました。でも実際ね、上手い下手じゃなくて、物理的に無理なんだよね。まあそんなこと言われたことがありました。でね、まあもちろんここの倉庫については、今まではね、こっち側で下ろすときはね、いくらでもだからトレーラーで行って下ろしてましたけど、さすがにここはもういっぱいこう、もっとひどいとね、これ今ちょっと書いてないけど、トラックがここら辺まで止まってる時あるぞ、ずらーっと。ね。この日は幸い4、5台だったから良かったですけど、これが7台、8台、20で止まってる時もあるわけですよ。な、もう、ね、まあ、廃車元に行って、申し訳ないけど、あそこ今ちょっと下ろし場所が変わっちゃったから、トレーラーじゃちょっと下ろすの無理よって断ったんだけど、あれじゃできない、つけらんない。ね。そういうことになって、まあ、下手くそよって言われた話なんですけど、あんた下手ねとか言われて、いや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 。で、まあ、じゃあね、まあ、多分乗ったことないんでしょう。彼女も。ね。まあそう言われてちょっとなんだよと思ってね、まあ多分それで説明しようにも多分まあまあ日本語も半分片言の方だったんで、まあ具体的に説明してトレーラーって厳しいんですよねって話をしても多分わかんねえだろうなと思ってねまあちょっとしょうがねえなとこういうような話がありました。まあ真面目な話ね、トレーラーっていうのはある程度条件が、前の条件が揃わないとね、こうやってまあこういう、例えばこういうところからこういうところへこういう風に移動するとかね、そういうのもきついですし、まあ左バックでつけるとなると右バックに比べてどうしても精度が落ちるんで、やはりね、目標のところから多少ずれちゃったりして仕切り直ししてこう入れるってパターン。まあ左バックははっきり言ってね、10回やって3回4回ピチッと決まればうまくいってる方だって自分は思ってますから、どうしてもね、仕切り直しを前提にしてこう考えてるんで、左バックで前がないっていうのはかなり悪条件なんでね。まあそんなとこ、まあトレーラー乗ってる方ならわかると思いますけどね。そんなのつかねえのって思うかもしれないけど、これがつかないんですよ、本当にね。左バックでこうやってつけると厳しいんでね、あんた下手よって言われた話です。まあ他の倉庫でもそういうところがあって、まあね、こんな感じでホームあって、これはなかった、 あそこもこんな感じだったのかな。こっち側から入って、こっち側で下ろすって条件のところで、ここもやっぱりトレーラー、そこはトレーラー入れないんです。でこっち側の空いてるバースの方はトレーラーで荷下ろしてるんだけど、ここは品物の種類がね、自分持っていく種類で3種類やって、2種類はこっちで下ろすんだけど、1種類ここで、その荷物はこっち持ってて、ここが車いるから寄らないよという感じでね、行けないよって話はしてるんですけど、まあそんなとこも含めてね、あんた下手ねってあんた下手くそねって言われてね、いやーちょっとショックだったというね。まあまあ事情があるから寄らないんだけど、まあ下手くそねと言われて、まあどうなんだろう、他のうまいトレーラーのドライバーさんがピタッと入れたんだかどうだかわかりませんけど、俺にはちょっと無理だなと思ってね、まあそんなことがありました。過去の話なんですけどね、まあそんなところも含めてね、トレーラーがもしちょっとこうやって横移動するっていう時は、ある程度距離がないと横移動しづらいってことですね。変な話だから、ここでここに止まってここに横移動してっつっても、ここにこう車があると横移動できない、もうしょうがないから、そうするとこういう感じで左バックの体勢作って、ここでしょうがないからギリギリ狙ってぶつけない程度に狙ってこっち寄っていくしかないんですけど、前の条件とか悪いとやっぱりシビアになっちゃいますからね。まあそんだけね、まあ右バックもそうです、左バックなんか特に条件シビアになっちゃうんでね、そうやって入らないというお話でしたまあちょっと下手くそねということで
まあそんな感じでね、そんな話をさせていただきました。はい、今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方は動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。まあね、条件悪くて入らないところとかね、もう宿泊しているところ、まあ入らないから2、30分揉んで入れるところ、まあ通称揉むって言いますけど、最悪ですね、入れるところもありますけどね、まあそれもなんとなくあったらもうしょうがねえやみたいな感じで言われちゃうけど、実際しょうがねえやっていう前に環境を整えてくれないとトレーラーっていうのはこうやってバックができないというお話でした。はい、じゃあこの後運転される方、安全運転でよろしくお願いします。それでは皆さん、ご安全にお疲れ様です。